はい、皆さんこんにちは、こうです。はい、今回ちょっと作りたいのはトンヨーピンっていうのがあるんですね。それがこの前食べれなかったんですよ。で、ちょっとこの前トンヨージャン作りましたね。これちょっと今日またちょっと作り直したんですけど、この前作ったトンヨージャン使ってトンヨーピンを作ってみようと思います。まず 30g のネギを入れていきます。 7g の刻み生姜を入れていきます。 1g のお塩を入れます。はい、これを混ぜ合わせます。はい、うまく混ぜ合わせました。火をつけます。フライパンを温めていきます。 20cc のオリーブオイルを入れます。一旦火を止めます。そしてこの中にピリ辛スープの素を小さじ1杯半、ごま油小さじ1杯半、メニューソースの完成です。はい、この中には 200g の薄力粉が入っています。はい、この中に、80g の、熱いお湯を入れていきます。お塩を 2g 入れます。で、これをかき混ぜていきます。はい、こんな感じでかき混ぜ終わりました。40g の冷たいお水を入れます。再度かき混ぜます。はい、こんな感じでちょっとまとまったので、今から手でちょっとこねていきます。ちょっと打ち粉を引きます。だいぶまとまりました。じゃあこれをちょっと20分ぐらい置いておきます。はい、20分経ちました。それではちょっと打ち粉を引いてこの生地を伸ばしていきます。100均で買った綿棒を使います。じゃあここに、この前作った、ネギソース、ソンヨージャンの、油をちょっと塗っていきたいと思います、ね。はい、だいたい均等に油が塗れたので、今度はネギをのせていきます。はい、だいたいこんな感じになりました。はい、今度これをこう巻いていきます。はい、巻き終わりました。はい、じゃあこれを4等分に切っていきます。はい、4等分に切れました。で、これ1個持って、今度はこの端っこをこうつまみます。こういう感じで、ここもこんな感じで、こういう感じで、はい、ここ出来上がり。はい、4つできました。はい、それではもう一度ここに打ち粉を引いて、このソンヨービンを平べったくします。はい、こんな感じ。はい、こんな感じになりました。はい、それでは今から焼いていきます。オリーブオイルを入れます。それではソンヨービンを入れます。こんがりきつね色ぐらいになるぐらいまで焼いていきます。だいぶなんか焼いてきましたか。ちょっと裏返します。わあ、
なかなかいいんじゃないですか。おお。わあ、なかなかいいのになってましたね。よろしいですね。さあ、どんな感じでしょう。ああ、いいんじゃないですか。じゃあ、これで一回引き上げたいと思います。うわ、美味しそう。はい、台湾ソンヨンビンの完成です。はい、それではちょっと一口食べてみたいと思います。ではいただきます。うん、おいしい。これはいいですね。ちょっとこのまま食べてみたいと思います。うん、うん、これはもうソンヨーピンだ。この前台湾の時これ食べれなかったからな。めちゃくちゃ美味しいです。はい、それでは今日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたなら、いいねボタン、そしてチャンネル登録してくださると非常に嬉しく思います。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。また明日。ファミリーマートで、ちょっと珍しいフラペチーノを見つけたので買ってみました。これです。杏仁豆腐フラッペ。うん、杏仁豆腐の味美味しいですね。結構なんかシャリシャリした食感の中に、あの杏仁豆腐のゼリーのなんかプルプルっとした食感もあって、すごいなんか不思議な感じ、うん、美味しいです。